参議院選挙がきょう公示され北海道選挙区ではこれまでに12人が立候補を届け出ました立候補したのは届け出順に諸派の新人、大村小太郎氏自民党の新人、船橋利光氏 NHK 党の新人、浜田聡氏 NHK 党の新人、斎藤忠幸氏諸派の新人、澤田栄一氏 共産党の新人、畑山和也氏、自民党の現職、長谷川岳氏、諸派の新人、森山義則氏、国民民主党の新人、臼杵秀武氏、立憲民主党の現職、徳永絵里氏、立憲民主党の新人、石川智弘氏、NHK 党の新人、石井義恵氏です。北海道選挙区の改選数は3で 立候補の受付は午後5時までです選挙戦では物価上昇への対策のほか安全保障政策などをめぐり論戦が交わされます投票日は来月10日で期日前投票は明日から始まります